こんにちは、亀馬ライダーです。今日はですね、スーパーカブにスマホホルダーを取り付けたいと思います。ツーリングの時に最近はいつも Google マップを見ているんで、スマホがないと迷います。それでスーパーカブの困ったところはバーハンドルじゃないんで、一般的なスマホホルダー、こうハンドルのパイプにつけるタイプになってるんですけれど、それがこうつけられないです。なのでまずはそのバーハンドルの代わりになるハンドルクランプバーというのをつけます。ハンドルクランプバー、こちらです。 Amazon で169円でした。スマホホルダーがこちら、よくあるタイプですね。この穴にパイプを通して固定すると、こちらは Amazon で385円でした。なので2つ足して554円、554円のカスタムです。それじゃあつけてみます。クランプバーのステー、これはミラーのここに取り付けます。ステー取り付け完了です。次はこのバーの部分です。これはここが溝になっていて、こっちもデコボコしているんで、この部分を使って角度が調整できるみたいです。取り付け完了です。全然グラグラしないです。最後にスマホホルダーをこのバーの部分に取り付けると、これで完了なんで、スマホをつけてみましょう。スマホの取り付け完了です。いいんじゃないですかね。554円にしては上出来だと思います。あとはあれだね、 USB の電源を今注文してるんで、届いたら取り付けたいと思います。ということで、今回の動画はここで終わります。今回はスーパーカブのスマホホルダー取り付け動画でした。バイバイ。